浦浦野野康康人人君日本維新の会の浦野人ですよろしくお願いいたします。今日は、いろいろ通告していた都合はあるんですけれども、やっぱり喫緊の課題であります、まあ、新型コロナウイルスに関した質疑を少ししたいと思います。あの時間がありませんので、早速始めますけれども、今、12名の方が感染が発覚をしたということで、この12の方は解放に向かっていると。 ということであります先ほど確認をさせていただきました、まあ、あの年代も30代から60代ということで、まあ、あの高齢、まあ、本当、かなりの高齢の方だとか、若年層にはまだ、まあ、これは映っていないということですけれども、あの世界的に見てもです、ね、死者が出ているのは中国のみです。 今、かなりの数の国がコロナウイルスの感染について発表してますけれども、この死者が出ている中国とのこの日本の差というのは、何何であるのかというのは、お分かりになりますかどうなったに、厚生労働大臣、加藤勝信君いや私どもちょっとそこまで何が違うかということを分析できている状況ではありません。 裏野人君え、まあ、あの中国の状況もお、まあ、あ政府として独自で把握しているわけでもないので、まあ、そういうことになると思います、ただ、まあ、重篤化する可能性がないともお言い切れませんので、ここはやはり、かなり、まあえー、手厚い。 いい対策が必要だと思ってます。で、まあ今対策をされているレベルでいいのか、あの多くの国民が今非常に不安に思っております。それでですね、えー、まあ。 政府はです、ね、水際対策ということをよくおっしゃっています、で最初の水際はです、ねえー、日本国内に持ち込まないということだったとは思うんですけれども、もうすでに12名の方も感染されてますし、おそらくこれから感染が疑われる方、たくさんまだまだ潜伏期間が長いと、2週間ということで、まだまだ増えるのではないかなというふうに思っています。だから実際はです、ねでまああの 大阪の事例からも分かりますように、人から人への感染はもうこれ、恐らく間違いないということになればです、ね、もうすでに水際対策、国内に入らせないという水際対策はもうすでにもう無理で、もう実際に国民、皆様の一人一人の目の前の水際対策しかもう今、なくなっているんだと私は思っているんですね。で えー、もちろん厚生労働省、政府は、ですね、えー、うがい、手洗い、これ、しっかりやってくださいという、もうこれに尽きるということで、注意喚起ももちろんされてますけれども、あ,のあと一つは、ですね、えー、感染をされた方々のその行動ですね、その行動日程をやはりしっかりと国民の皆さんにお知らせをする、うまあ、じゃあ、それを見て、自分たちはじゃあ、あ,あ この人ここ行ってるけども、私たちもそこに同じぐらいの時期に行ってると、今度はちょっと気け体調を気をつけなあかんなとか、そういうことで水際対策が国民一人一人の皆さんにできていくと思うんですけれども、その情報、発信をしてくださいというふうに思ったんですけれども、実はされているんですよね、厚生労働省がしっかりとその一人一人の患者の皆さんの行動を プレスリリースで実は出しておられるということで、ただ、国民の皆さん、みんなそれ全然やっぱり把握されてません、私はあのこれね、ネットのデマに対する水際対策というのもあると思うんですね、これ、今、非常に厚生労働省、政府もネットのデマにですね非常に困っているということを、先ほど担当の方がおっしゃってました。それででいいろろちょっと確認をしたんですけども 厚生労働省、ツイッター,ー持ってますよねで、厚生労働省のツイッターで、そういった情報が的確に発信されているのかということを言うと、ちょっとできてないんですよね。あの今、必要なのは、国民の皆さん一人一人があ、自分たちはもしかしたら、あそういう感染している可能性があるんじゃないかということがあ分かるか分からないか、でそのことによって、 えー、自分たちがどういうふうなことをしなきゃいけないかというのが、はっきりと正確にわかると思うんですね、だから、あのツイッター、まあ、ツイッターに限らずです、ね、ホームページもおー載ってるということなんですけれども、そのホームページからでもです、ね、その情報に行き着くまでめちゃくちゃ時間がかかるというか、一発では出てこないんですよ、そういう情報は。私はははそれは、ね、やはり的確確にに正確な情報を政府が出すことによって その日本国民がしっかりと水際対策、一人一人ができるというふうに思うんですで一番やっぱり怖いのは、やっぱり子どもたちにこれが感染したときにどうなるのか、受託化しないと、限らないので、えー、高齢の方だとか子どもたちに感染しないように、えー、保護者の皆さんもどういう対策が取れるのか、その情報を正確に分かりたいと思っていると思うんですけれども、その点、大臣、いかがですか。 厚生労働大臣、加藤勝信君あの今、委員ご指摘のようにです、ね、やっぱりこういったときに過度に心配をされる、これ、当然のことなんですね、そしてそこにつけ入るような形でさまざまなデマがネット上等で流されてきている、まあ、こういったことは常に認識をし、まあ、的確に対応していかなきゃいけない、その最大のポイントはやはり、えー、きちんとしたタイミングにです、ね、正確な情報を私どもから、 送ってくるそしてその手段として今私どもホームページ作りながらいろいろやらせていただいてるんですけれども、まあ、多くの皆さんツイッター見られるそうするとじゃあ,まあツイッターだけで細かいたくさん入れたらこれはツイッター読まないんでじゃあそこからつ、まあ、このなんて言いますか飛んでですね次が見られるまあそういった体制これしっかりやっていかなきゃいけないというふうに思っておりますし。 また今、私どものホームページでも、Q、Q&A 載せるんですけど、ちょっとなかなか的確ではないということで、適宜見直しもさせていただいております。あのまたいろんなご指摘をいただきながら、国民の皆さんに正確に、的確に、タイムリーに情報が届くようにしていくこと、これに努力をしていきたいと思います委員長浦野泰人君、ぜひあの国民に対する情報発信をしっかりとしていただきたいと思います。 情報発信ということで、もう一つ、パネルを見ていただきたいんですけれども、これはですね、我が党の音喜多参議院が、実は12月に指摘をしていることなんですけれども、これ、われわれ、私も最近まで知りませんでした、こういった韓国与党が、共に民主党という与党ですけれども、 まあ、放射の汚染地図をこうやって、えー、出してるんですね、発表してるんですね。で、これ、まあ、このパネルにも書いてありますように、あの政府はあちゃんと外交ルートで韓国政府に対して、えー、申し入れもされております。で、これ、実は出来が悪いのはです、ね、この図表も、まあ、常識的には全くありえない図表ですし、この数値に関してもですね、 日本のお市民団体があ調べて載せているデータなんですけれども、この数値もでたらめたという、市民団体から抗議をされていると。とか、もうすべて嘘なんですね、これ。この嘘のものを、韓国の与党がいま、ね、だにこれ、撤回も何もしてません。これはね、私は間違った情報を、この日本を貶めるためにね。 やってることだとだ思いますこういった情報戦もしっかりとやっていただきたいと思うんですけれども、総理、よろしいですか内,内閣総理大臣、安倍晋三君、あの先般ですねあの、日韓首脳会談を行った際にも、ムン・ジェイン大統領に私から調接強く申し入れを行っているといころでございます浦野泰人君。ぜひ、この日本に対するデマ、情報戦、しっかりと訂正していただきたいと思います以上で質問を終わります。 これにて浦野君の質疑は終了いたしました。以上をもちまして、本日の集中審議は終了いたしました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて参加いたします。